なんだあれ。こんなデカブツがいるなんて情報になかったぞ。いくら巨体とはいえ倒す術はあるはずだ。みんなは一斉に攻撃してくれ。俺はそこからこいつを倒す方法を考える。式、ま、あのレベルの実力者たちなら。ああ、聞こえてるぜ。20メートルはありそうな巨大なゴーレムが出てきたんだ。動きはそこまででもないが、こちらの攻撃が通じない。体が機械強化されているせいだと思う。そうだな、よく見えてる。とにかくこっちに来てくれ。マイカのカトンならあのゴーレムを止められるかもしれない。爆炎で一気に投げ払うんだ。仕方ねえな。あのデカブツを俺の方まで誘導しろ。そしたら派手にぶっ飛ばしてやるよ。やれやれ、近づくと本当にでけえな。マイカ！さあ、喧嘩の時間だ。一発ぶちかませ。
押せよ。ブンブンブサイクなパンチ振り回しやがって、邪魔なんだよこのボケが。俺を無視してんじゃねえぞこれ。今度はこっちの番だぜ、デカブツ。狙いをつけるまでもねえな。と、ただ気に食わねえな。連射だと一発の威力が落ちるとはいえ、波の威力じゃねえ。だってのにこのデカブツには効かねえってか。舐められたままじゃ終われねえよな。この野郎、絶対にぶっ飛ばしてやるぜ。こういうデカブツはどっかに弱点があるってのがお決まりだ。ほら、ここか、こっちか。聞いたみたいだな。そうか、改造でつけられた機械がお前の弱点か。
焦りやがったな。でももう押せるよ。違って随分と効いているみたいじゃねえか。うわ、見境なしかよ。あんまり暴れ回らねえうちにさっさと倒した方がいいな。ま、弱点も分かったし、俺の必殺グレネードで一撃で楽にしてやるよ。まだまだだ。このデカブツを一発でぶっ飛ばすには全開じゃねえと。パワーチャージは 120% だ。くらえや、デカルツ！グレネイド！あんなもんだ。思いっきりぶっ放すと気持ちがいいぜ。おい、終わったぞ。おい、どうした？終わったってんだよ。あ？うわ、うるせえじゃねえか！もううるせえな。何怒ってんだよ。とりあえず一人ずつ話せってんだよ。
あんな硬いデカ物を丁寧に倒せってか。そんなことできるわけねえだろ。お前らじゃ倒せないって言われたから俺がやってやったんだ。感謝されるならともかく文句言われる筋合いはねえよ。とにかく俺は言われた通りにデカブツをぶっ倒して任務完了だ。後始末やらなんかは任せた。俺は帰る。あー疲れた疲れた。ゆっくりと熱い風呂にでも入りてえな。と、終わった戦場に長いは無用だ。さっさと帰って。ま、久しぶりに本気でやれたぜ。よろしく。